お笑いコンビ、霜降り明星、せいが2日深夜、霜降り明星のオールナイトニッポン、日本放送、に出演、先月29日にツイッター上でオリエンタルラジオの中田敦彦にぶちまけた、暴言の真相を明かした。事の発端は中田が、松本人志氏への提言、審査員という権力、と題した動画をアップしたことだった。 その中で中田はダウンタウンの松本人志に権力が集中している状況を問題し、松本さんに対して何もものが言えない空気ってすごいある、などと語り、続けて全く関係ない相方、粗品の名前を出して自身の提言に巻き込んでしまったのだ。ここれにには激怒。蘇に中田とと事前の打ち合わせがなかったことを確認し、 ツイッターでまっすぐ勝負してないうんこみたいなやつが相方の名前使うな中田とまさかの暴言につながったのだ名のある2人のバトルにネットは騒然となり聖夜のツイートの真意をめぐってさまざまな憶測が流れることとなったこれを受けてこの日のラジオでせいは今回のラジオは非常にリスキーとしつつそれでも私は説明しなければなりません なぜなら、目上の人にうんこと言ってしまったからです、と発言。中田にうんこと言った理由と憶測を呼んだ、まっすぐ、の意味について説明した。聖夜は中田の、提言、について、提言するのはいい、としつつ、時々、無関係な人の名前を出して巻き込んでいるのはおかしいと指摘。 続けて、損で見てたら粗品、僕の相方ですわ、と話すと、脈絡もなく急に出てきた。たぶん、中田さんって戦略ねってねって、順序立ててロジックでしゃべる人なんよな。ってことは、最初から言おうとしてたんですよ、と見立てて、中田のやり口を批判した。その後も、結局、頭いい人だから腹立ってん。パッションで言ってる人じゃないから。 戦略的に粗品を利用してる感じがたまらんかった、提言するなら1人で戦ってほしかった。まっすぐっていうのは、まっすぐ勝負してないやつ、ってこと、などと批判を展開。要所要所でオリエンタルラジオが率いたレディオフィッシュの代表曲、「パーフェクト・ヒューマン」に引っ掛けて、はい、うんこ・ヒューマンと笑いを誘った。なお 聖夜は自身のツイートに堀江門こと堀江貴文氏が「お笑いの世界ってまっすぐ勝負とかそんなんあるんだなわら」と皮肉で絡んできたことに全部間違えてるとばっさり普段から堀江門の動画を見ているという聖夜はいつも見てるからこそ堀江門さん調子悪かった全然思いと違うところでディベートしてた珍しく間違えてたなどと茶化していた